おはようございますちょ、フォルテです、シャーキーン。というわけで、本日は第1回こんな音楽用語知らないとやばいよ選手権、イエーイ。ということでやっていきたいなと思いますちょ。皆さん、音楽用語ってご存知ですか？小学校、中学校の頃、音楽の授業で多分暗記したことあると思う。そうそうそう、それです。みんな、僕の名前呼んでごらん。せーの、フォルテくん。はーい、おはようございます、フォルテですってねやってると思うんですけども、このフォルテって名前も実は音楽用語です。皆さんご存知ですか？まあ、もちろんご存知だと思います。てなわけで、本日はさすがにこの音楽用語は知っとってほしいっていうね、問題を皆さんに出していきたいなと思いまっちゃう。皆さん、僕がこの音楽用語の意味なんだって聞くから、そこからエチゴス、エチゴスって答えてくださいね。ポンピン、ピンポン、チャギーンってやってくださいね。それでは、この楽天の本を使って皆さんに問題を出していきたいなと思いまっちゃう。何にしようかな、何にしようかな、何にしようかな。それでは問題、第1問。ビンビン、シャーキーン。クレッシェンド。クレッシェンド。どういう意味ですか？ピッ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 、シャーキーン。次第に強く。次第に強く。まあね、少しずつ大きくするという意味ですよ。では第2問、シャキンビンビン、デクレッシェンド。この答え皆さん覚えましたか？さっきのクレッシェンドが次第に強く、デクレッシェンド、デクレッシェンド。そう、次第に弱く。ピンポーン。皆さん、第1問、2問は正解されましたでしょうか？それでは、第3問。ビンビン、シャキーン。ポコ。ポコ。どういう意味でしょう？チッ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 ピン、シャキーン。少し。少し。これはね、ポコリットとか、まあ、ポコフォルテとか、まあ、ポコっていうのはね、ある用語の前に大体つくことが多いです。少し何々してっていうことでね、使うことが多いです。第4問。ビンビン、シャキーン。アパッショナート。アパッショナート。僕がね、バズった曲でもあります。アパッショナート。そうです。熱情的にです。そしたら、さらに似た意味の、コンフォーコ。コンフォーコ、どういう意味でしょうか？そう、熱情を持って、同じですね。この楽天の本にそう書いてあります。第5問。カンタービレ。カンタービレ。パラ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 パーパラ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 パラパーパラパー。チェック先輩、チェック先輩、ギャッパー。皆さん、カンタービレはもしかしたら思い入れがあるかもしれませんね。何ですか？そう、のだめ、違います、違います。歌うように。歌うように。それではいきますよ。第6問。ビンビン、シャキーン。ブリランテ。ブリランテ。ブリランテ。ピッ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 、シャキーン。華やかに、そう、フォルテ君みたいに華やかに行こう。華やかに。少し難しい問題です。第7問。ビンビン、シャキーン。カルマンド。カルマンド。シャキーン、ビンビン。静かに、穏やかに。第8問。ビンビン、シャキーン。アマービレ。アマービレ。チッチッチッ
ピンシャキーン。愛らしく、うん。愛らしく、うん。第9問。ビンビン。シャキーン。プレスト。プレスト。シャキーン。極めて早く、極めて早く、急速に、まあ、めっちゃ早いってことですね。第10問。モデラート。ジェラートピケ、あ、違います。モデラート。中くらい、あ、ピッ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 シャキーン。中くらいの速さで。イェイ。イェイってダメだね。はい、行きます。今はちょっとね、テンポの問題ですよ。第11問。ビビン、シャキーン。アンダンテ。アンダンテ。これは聞いたことある人多いんではないでしょうか。ピッ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 、シャキーン。タイムアップ。歩くような速さで。歩くような速さで。まあね、人によって歩く速さって違うんですけども、僕の場合は結構イラチなので、ピッ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 言ってますけど、人によってはピッ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 って行くんですけども、まあこれはそういう意味合いです。第12問。速度の問題です。ビンビン、シャキーン。アダージオ。アダージオ。これはね、聞いたことある人、また多いんではないでしょうか。ピッ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 一人もいないんですね。全然いいんですよ。じゃあ、おまけ。ノクターン。ノクターン。ショパンのノクターンとかで有名ですね。ノクターンどういう意味か皆さんご存知ですか？はい、知らない。なんかショパンの曲。でもなんか小さい優しい曲。まあそんな感じです。答えを言わせていただきます。ノクターン。もともとはカトリック教の夜の礼拝の初めに歌われる歌を指していたが、フィールド、ジョン・フィールド、まあフィールド、多分ジョン・フィールドだったかな。うん。マイケル・スコーフィールドは確かプリズンブレイクが違うけど、ジョン・フィールドだったと思うんですよね。ジョン・フィールドがピアノ曲として書いたのに続き、ショパンが芸術的な曲に高めたもので、特に形式上の制約はない。まあ、ノクターンっていう曲はね、まあ、ノクターンってもの自体はもともとそのフィールド、アイルランド出身の人が作ったそうです。で、ショパンがそれを、芸術的に高めたものっていう、それでまあノクターンってものが有名になりましたね。まあね、フィールドのノクターンを聞いてもらえると分かるんですけども、結構ね、ショパンと似てる部分が多いです。いきます。スケルツォ、僕のね得意曲でもあります。スケルツォ、どういう意味か知ってますか？知らないって方が多いと思います。快活な三拍子、稀に2、4拍子もある。快活な3拍子で中間部にトリオを持つ複合3拍形式の曲である。まあこれはね、もう難しいので、なんかまあ、ちょっとなんか楽しい感じ、おどけた感じな演奏、おどけた感じの曲。まあ、うん、そんなこと言ったら怒られるかもしれんけん。まああとはもう自己責任で調べてください。はい。そんなもんでいいんじゃないでしょうか。皆さん。音楽用語って実は僕今これ言ったの多分おそらく100分の1ぐらいなんですよ。まだまだもっとあります。なぜかって、言語だから。はい、というわけでね、もっともっとたくさんあるので、興味持った方は自分で調べてみてください。僕もこの音楽用語クイズ定期的にやっていこうかなと思ってるので、皆さんその時にでもいいので一緒に勉強しましょう。まあ、勉強っていうよりもね、どちらかといったらなんかまあ、知っとこうみたいな感じ。そう！豆知識！というわけでね、これを知ってるとあなたはもうね、モテます。女性男性問わず、モテます。なぜならば、豆知識というものは皆から喜ばれます。ビンビンシャキーンと言って豆知識を披露しましょう。というわけで、フォルテの音楽豆知識講座、これにてドローンさせていただきましょう。それではみんな
ビンビンシャキーンというわけで、グッバイ。見てくれてありがとね。よければグッドボタン押してて、なんならチャンネル登録してね。ゴリマッチョ、ウソマッチョ、マッチョマッチョマッスルボーイ、マッチョ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 。